飾りさっき生かした波はいつか来るから Right 叫んだ I love you は波音を駆け知って。はい、どうもこんばんは。日本一の五等分の花芽マニアです。今日はですね、こちら買ってきてやりました。また前回のウエハースに引き続き映画五等分の花芽関連の商品がまた出やしたんで、はい、買ってきてやりましたよ、この一消費者として。はい、これですね、はい、これバイスシュバルツっていう、まあカードゲームの、まあ五等分の花芽バージョンのボックス、はい、まあこれパックで売ってるやつですね。それのボックス買いました。でね、まあこれの発売日が16日なんですよね。9月の16日で、まあね、9月の16日にあのアニメートっていうさ、あの青い看板の恥ずかしいお店、陰キャ専門店に、もう本当恥ずかしかったんだけど、まあこれが欲しかったから頑張って行ったわけですよ。心臓バクバク言わせながらね。で、あの買いに行ったら、まあ、前回のね、あの、ウエハース、映画五等分の花芽ウエハースの動画を見た方ならわかると思うんですけど、その、前回のウエハースが、その、発売日当日にアニメート行ったら、売ってなかったんですよね。まあ、ボックスが売ってなくて、そう、ボックス欲しかったから、そう、ボックス欲しかったんだけど、買えなくて。で、そういうこともあったから、今回のこのバイスシュバルツも、完売してるんじゃないかっていう、まあ、心配はあったんですよ。なんだけど、まあ、これね、あの、ウエハースは、まあ、ボックスでも3000円くらいで買えるんだけど、これね、7000円くらいするんですよ、ボックスで買うとね。まあ、そんな高い商品が、完売するはずないだろうと思って、まあ、9月の16日アニメートに行ってやったんですよ。そしたら完売してて、そう、前回のウエハースはそのパック単体では何個か売ってあったんだけど、このなんかこのバイスシュバルツはこのパックですら売ってなかったんですよ。もうボックスはもうおろか、そうだから、うマジかと思って、めっちゃ売れとるやんと思って、ウエハースが完売はまあね、わかるんだけど、いやこれが完売はすごいなと思って、そう、こんな高いもの、そう、こんなんあの、ね、よっぽどの頭おかしいやつじゃないと買わないじゃないですか、僕みたいな。そう、なんで、びっくりして、やべえと思って、で、ほんと欲しかったから、どうしようどうしようと思って、またね、前回のウエハース同様、いろんな、その、イオンモールとか、そういうなんか、あの、大型、商業施設あるじゃないですか。そう、それを回ったんですよ。で、なんか、結構商業施設によっては、なんかあの、カードゲーム売り場みたいなのあるじゃないですか、あの、ポケモンカードとか遊戯王とか売ってる、なんか、あの、おもちゃ専門店みたいなのあるじゃない。そこを狙って、いろんな、大型商業施設、イオンモールみたいなところを回ったら、ま、まだあったんですよ。はい。あの、運よく。そう。だから、そこの、その、おもちゃ売り場みたいなところで、ボックスで買いやしたね。うん。はい。そういう、まあね、前置きは置いといて、まあ、今日はね、これを開けたいと思います。はい。でね、まあね、ボックスはもうすでに開けました。ちょっとあの、この箱がやっぱり欲しいし、そう、僕ボックスで買う理由はその、箱が欲しいっていうのがあるんで、まあちょっと綺麗に開けて、このね、シュリンクってあるじゃないですか、このビニール。ビニールにもう突っ込みました。そう、これで保護するためにね。ちょっとあの、このまま綺麗に、維持したいんで。はい。という感じで、まあ、ボックスはもう全部、あの、中身出して、今ここにあります。はい、これですね。これがその中身。これ、1パックっていうか、1ボックス何パック入ってるのかな？ちょっと数は数えれません。僕あの、私立文系なんで、数学から逃げた男だから、ちょっと数はね、ちょっと苦手なんで、ちょっと数えてても、数える時間ないんで。まあ、そんな感じでこれ、中身です、全部。あんまり入ってないんだなと思って。そう。で、ボックス開けたらね、こういうカードが入ったんですよ。これだけが、これなんか、入ってて、まあ、この、腹黒女優気取りが入ってました。そう、これがなんかそのボックスの中の特典カードっていうかな？わからんけど、そう、まあこういうのが入ってて。で、僕バイスシュバルツは、今まで開けたことがないわけじゃないんだけど、これボックスで買うの今回が、初めてじゃないんだけど、まあ前回のこの、一期のやつはね、一応買ってんだけど、これ開けてなくて、開ける気もないんですけど、今回、だからボックスを開けるのは今回がこれ、初めてなんですよね。だからちょっと楽しみです。はい。で、そう、バイスシュバルツ懐かしいなと思って、まあ、この五等分の花嫁の前に、すごい前になんかクレヨンしんちゃんとニセ恋で出てたじゃん。それのパックを開けたことはあります。動画にしたこともありますし、まあ、ちょっと遡ってみれば多分あると思うんですけど、まあ、そういうことどうでもよくて、今日は、あ、これ違うわ。これ一気のパックですね。これも保存用。開ける気全くないです。はい。という感じで、まあね、もう開けていきます。はい。ちょっとバンバンとね、もう、本当に、動画が長くなるんで、なんて言うんだろう。そう。どういうカードが出るかっていうのも把握しないし、あと、どんなカードがレアなのかっていうのもちょっとわからないんで、まあ、まあ、基本的にその、こういうカードってさ、キラキラしてるやつは基本的にレアじゃん。レアっていうか、まあ、ちょっと、いいグレードが高いカードだと思うんで、そう、これなんか、なんもキラキラしてないカード多分、そんなに、たくさん出る、その、ノーマルカードだと思うから、キラキラのカードが出た時は、一応ね、スリーブも用意してます。はい。あ、落ちた。チキショー。マジか。ふざけんなよ。はい。スリーブね。これちょっと家にあった、ポケモンカードの使われてないスリーブがありました。
はい。これに入れたいと思います。で、まあね、この動画見てる人はわかると思うんだけど、僕ミクが好きなんですよね、この。ね、三女のミクが好きだから、まあ、三女のミク以外正直いらないんですよ。だから、キラだろうと、レアだろうと、ミク以外は、捨てます。はい。やる捨てるんで、はい。よろしくお願いします。そんな感じでね、まあ、前回のウェハースは1枚しかパックに入ってなかったけど、これはね、1パックに9枚入ってるんでね、いや、お得ですね。はい。まあ、開けていきます。はい。なんか、サインカードみたいなのがね、あるみたいなんで、ちょっと楽しみですね。はい。ちょっとミクのサインカードが欲しいですね。うん、まあ、そんな感じでちょっと、開けです。久しぶりだ。こういうね、パックのカードを開けるの、超久々。そう、ポケモンカード実況、ポケモンカード開封みたいなのも前ね、すごい前に、高校生ぐらいの時にやったんだけど、それ以来、マジで、めっちゃ久々、という感じで、ちょっと、久々の、ポケモンカードじゃないや、カードゲーム、そう、パックで開けるんで、じゃあ、記念すべき、一パック目から開けです。ちょっとね、中のカードを開けないようにね、これ大丈夫ね、さっきの、ちょっと危ない危ない、ちょっと間違ってね、こっちのその、希少な方を開けちゃったら、もう発狂物なんですよ。ここに置きますね。ちょっと、はい。紛らわしいんでね。お、もう開けちゃったんでね。いやー、楽しみだ。いやー。じゃあ、いきますね。記念すべき、一パック目ですね。はい。いやー。うわ、一パック目からこいつの顔見たくなかった。はい。ニノの、なんか絵柄が、これ、絵柄、大丈夫か？はい。ニノが出ました。ニノ、いつき。やばい、間違って捨てちゃった。で、四つ葉。で、いちか。あ、これキラキラしてる。はいはいはい。あ、ちょっと、全部見せないといけないな。おわ、これやばい。この、なんか、感じ久しぶりだ。これちょっとキラキラしてるんですけど、いちかなんで、いらないっすね。てか、ミクが、あ、ミク出た。ミクが出ました。ちょっと暗いな。夢の成就、中野ミク。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。で、なんか、こういうね、やつが出てます。はい。あ、で、5人のやつみたいな。ちょっとこれ、なんか、すごいな。テンポが、あんまり、ちょっと、このタイプ良くないですね。ちょっと、すいません。はい。ちょっと改善します。まあ、改善するって言っても、二度とこの、開封する気ないんで。はい。ちょっと、本当に申し訳ないです。はい。ちょっと暗かったんで、ちょっと明るくしました。で、カードがね、明るく見えるように、しました。まず1枚目これが出て、で、これがなんかキラなやつで、で、これがイツキで、で、これが、八方美人野郎で、で、腹黒女、で、部外者、で、ミクタン出ましたね。ミクタンはちょっとコンプリートしたいですね。できるよね。なんでちょっと、特別扱いです。他のカードは、はい。他のカードはもういらないっすね。うん。まあ、この5人が揃ってるってやつで、うん。で、僕ね、映画見てないからね、まあ、大体原作と一緒だとはわかるんですけど、まあちょっとあんまり、ちょっと共感ができないというか、ああ、あのシーンね、みたいなのがちょっとないんで、すいません。はい。早く DVD を出さない、運営が悪いです。マジで。うん。いやー、久々、ちょっとすいません。テンポが悪いんですけど、久々の開封なんでね、許してください。はい。じゃあ、2パック目です。お！来た来た来た。いや、いいね、やっぱ。可愛いわ。いつでもミクは買い。これはパンケーキ、文化祭ね。文化祭で、ニノとミクがね、なんかやりたいことが確か分裂してね、そう、亀裂が入るっていうやつですね。そう。で、ミクはパンケーキを作りたい。ニノはなんだっけ？たこ焼きだっけ？ちょっとわかんねえわ。はい。まあ、そんな感じでそのシーンだろうと思います。はい。で、5人のカード。で、またミク出た。ミクはもうやっぱ特別扱いしたいんで、ちょっと別のところに置きやすい。それ以外はほんとゴミクソなんで、はい。で、優しい意地悪。あ、これあれだわ。公園でね。そう。キスする時のあれですね。はい。これはちょっと暗いけど、これカードがもともとちょっと暗いだけなんで、そう。この、今、カメラが暗いわけじゃないです。はい。で、打ち上げの四つ葉で、はいはいはい。見守る眼差し、はいはいはい。なるほど。ミクが全然、あ、これはいつのカード？ちょっとよくわかんねえわ。うん。あれ？今回、あ、これキラだわ。ちょっと、なんか、うん、キラキラしてるわ。これ。でも、いらないっすね。うん。あ、で、これは、あ、これはニノとキスする、あれですね。ちょっと暗いな。はい、そんな感じ。いや、ミクが結構出ましたね。はい。もうちょっとやばいな。テンポ、ふざけんなよ。俺悪くないからな、言っとくけど。クソみてえな。ほんと、こういう開けづらい商品を、
出すのが悪いから、そう、俺、これの専門じゃないから、俺ミュージシャンだから、そう、このね、このカードゲームの開封が下手くそでも、何の影響もないし、そう、マジで趣味で開けてるものだから、そう、なんか好きかって言われなくな、言われる筋じゃねえんだ、バカ野郎。はい、そんな感じで、お迎えありがとう。あ、これは多分結婚式の前の、あれだね、そう、迎えに来た、いつきが迎えに来た、あのシーンじゃないかな。そう、本当に完全に思い込み、そう、全く想像の、中で話してるんで、はい。ちょっとコメントして、あれこれまた出た。ダブりましたね。見事に。はい。こんな感じで、ダブりました。でも全然 OK だね。ほんと、かわいいな。これはいつのカード？なんかちょっと、この時のこの、あれってのがね、書いてないからね、ちょっとわかんないね。で、映画も見てないし。いいね、やっぱ。うん。で、これ、さっき出なかった？これちょっとキラキラしてる。うん。なんか、バイスシュバルツってあれか、一パックに一枚、必ず、なんかこういうキラキラしたカードが入ってんのかな。なんかポケモンカードとかたまに、一パックに一枚もキラが入ってない時とか、あるじゃないですか。あったじゃないですか。今はどうか知らんけど。はい。そんな感じで。で、部外者が、あの教室でね、散らばって、そう。で、風太郎が本当に好きなところの子に、ところに行くっていうね。あのシーンだけどさ、明らかにこいつさ、全く関係ないじゃん。そう、風太郎好きでも何でもないし、そう、こいつキスもしなかったし、こいつ部外者なんだけど、なぜかなんかね、こういうところが一丁前なんでね。はい。まあ、どうでもいいや。はい。で、これは、どのシーンだ？あ、これプールのシーンですね。プールに行くってやつね。はいはい。なるほど。ん？これは、これ、これはあれだな。四つ葉とね、四つ葉に告った後に、まあね、またブチ切れるわけですよ、この子はね。そう。もういいや、本当に。あれ、全然出ないな。キラー、ミクのキラーが出ないんでね。そう、僕ちょっと反応に困りますわ。はい。まあ、テンポが悪いんですけど、まあ、そういうものだと思ってね。まあ、これは本当に完全に僕の趣味なんで、そう、趣味にね、アーダコーダー言われる筋合いないんで、そう、面白くない動画をね、見せてね、申し訳ないっていう気持ちはね、全くないですね。はっきり言ってね。うん。わ、またこいつかよ。こいつめっちゃシャシャリ出るな、本当に。これは何のシーンだ？いわば同級生以上、ああ、はいはいはい、そういうシーンね。はい。うん、はい。あ、また出た。いやー、いいね。うん、いや、もうそうそうそう。ちょっとテンポが、あ、また出た。あ、これはあれだ。私四つ葉って言ってね。四つ葉のふりして付き合うみたいな、なんかちょっとわけのわからないことを言っちゃう、ミクの、あれシーンですね。多分。うん。あ、またミク、出た。またミク。で、忘れられない夏にしてあげる。これは CM のやつですね。そう、CM の、セリフです。はい。で、あ、これキラだわ。ちょっとキラ。なんか、ほんとね、ほんのちょっとだけキラキラしてるんですね。多分。あれ？あ、うん、キラキラしてるわ。キラキラしてるかどうかも、わからないぐらいの微妙なキラキラなんですよね。うん。いや、こんなんでね、金取ろうなんでね。ほんとね。いやー。ほんと舐め腐ってます、消費者を。はい。まあ、そういうことはいいや。結構ミクが出ましたね。うん。もう、置き場所にも困んだよな。マジで。ちょっと置き場所をちょっと、今更ながら、動画の中だけど、ちょっと、ちゃんと決めとこう。はい。これはいらないカードですね。ミク以外のカードをここに置きます。はい。で、ミクはここにね、置きますんでね。はい。じゃあ、引き続きね、開けていきましょう。まあ、とりあえずね、本当に、開けるまで、全部開けるんで、本当に。はい。これ、カード切ってないよね。なんか、カード切ってるようなね、感覚にね、たまになるんでね。そう。また出たよ。こいつよく出んな、マジで。望んでねえぞ。はい。このシーン。これ、何枚か出たよね、これね。ちょっと、あんまりね、覚えてないんだけど。はい、5人のやつですね。で、お迎えありがとう。また出たよ、こいつ。お！来ました！ついに、念願の、ミクのキラ。これも、ちょっとキラキラしてるかどうかわかんない程度の、ほんと微妙なキラキラ。なんだけど、もう、OK ですね。あ、この絵柄好きっすよ。たまになんかさ、絵柄変な時あるじゃん。なんか、尖った感じの口とか目の、イラスト描いてる人の時のやつじゃなくて、ちゃんとそのアニメの、そう、2期のアニメに近いイラストですね。これめっちゃ好き。うん。自分を信じる限り、どこまでも進んでいける。ちょっとよくわかんねえな。はい。
で、またミクで出ました。はい。ちょっと光加減がね、難しいですね。で、まあ。ああ、これはたこ焼き、やっぱたこ焼き派だ。俺は間違ってなかったぞ。そう。たこ焼き派のニノと、パンケーキ派のミクで、意見が対立するんだよ。そう。いや、あの名シーンですね。そう。映画のシーンはね、あそこがね、そう。あそこのシーン、あそこだから。はい。で、風太郎。あれ？これ、風太郎のキラじゃねえかよ。これ誰も望んでなくね？風太郎いらなくね？うん。風太郎のカード誰が望んでんだ？ある意味でやかもね。今まで一枚も風太郎出てないじゃないですか。ある意味だでね。これキラキラします。はい。で、お住みたい。そうそう。あの、ミクはね、頭が一番5人の中でいいのに、大学進学しないっていうね、ちょっと頭のおかしい、あの、選択をしちゃったんですよね。そう。いやー、大学行った方がいいっすよ、ほんと。うん。専門学校なんてね、あの、いつでも行けるから。そう。いや、マジで。そんな感じで、そう。私、料理の勉強したい。いやー、まず料理の勉強よりも、大学行った方がいいと思いますよ。うん。まあ、そんな感じでね、マジレスしてしまいました。またこのカード出たわ。なんか、二の率、高くね、これも確か何枚か出た気がする。はい。ちょっと、あ、だいぶね、脳みそが回ってきました。はい。いやー、いいね。でもなんか、すごいさ、あの、ポケモンカードで言うところの EX みたいな感じで、なんか、もう、すげえレアみたいな感じの雰囲気のカードが未だに出てないですね。ていうか、そういうカードがあるんかな？わかんねえんだけど。いや、この程度のカードで、ねえ、7000円ってね、ちょっとね、馬鹿らしい気がしなくもないですけど。はい。いけーす。はい。あ、結婚してくださいですね、これね。そう、あの、公園に二人で行ってね、思い出の場所公園に行って、そう、風太郎が告白するんですよ。この四つ葉にね。そう、そのシーンですね。いやー、早く映画見たいわ。お迎え、またこれ出たわ。何枚かね、だいぶね、何枚か出るとね、あ、このカード見たことあるっていうのがね、ありますね。これ、勤勉な放課後。まあ、こいつ部外者なんでね、もうどうでもいいっす。はい。そう。なんだこれ。お誘いいただき、これ、あ、これデートで誘って、で、電車の中だな。うん、見た感じ。そうそうそう。で、あ、出た！私四つ葉。いいね。はい。特別扱い。で、あなたと出会わなければ後悔することはないでしょう。はい。ちょっともう、あのシーンだね。はいはい。これなんだ？いつのカード？自分の意思、あ、これもしかしてあれかな？ちょっとごめん、映画見てないからわかんないけど、これあの、あれかな？あの、教師の道進むっていう時のね。そう、あの、実の父親が出てくるわけですよ。もうクソ野郎なんだけど、そいつがね。ほんとね。そいつの、と、あのね、シーンでじゃないですかね。わかんねえわ。はい。みんなをちゃんとよろしくね。このシーンわかんねえわ。でもこれちょっとキラキラしますね。はい。こんなカードしかないの？もう、あの、もう、レアですみたいな感じの雰囲気のカードをまだ一枚も見てない。あ！遠慮はしない。これキスのシーンだね。映画もさ、僕見てないからわかんないけど、映画もこんな感じちょっとぼかされてるのかな？あからさまなキスシーンみたいなのが、描写されてるのがちょっと、ちょっと怖いね。できれば本当に、しっかりと描写してほしいですね。本当に。そう、R指定になる一歩手前ぐらい。そう、まあ、そんな感じで、いいっすね。いやー、ちょっと、ミクだけでもコンプリートしたいっす。はい。いやー、ちょっとやばいね。一パック一パック開けるとやっぱ時間かかりますね。ポケモンカードの時もね、なんだかんだ言って結構時間かかってましたね。まあでも言ってもまだ10分しか経ってないから。10分経ってねえわ。そうだ。これ取り直したんだわ、そういえば。そう、だからだいぶ経ってると思うよね。うん。なんだけど、まあね。いいや。うん。お！出た！どんなことがあっても私は風太郎が好きだから。いいね。ほんと。いや、ミクが、いや、お、これまた出たわ。うん。もう、いいね、ミクは、ほんとに。なんかね、ミク、あ、またミク出た。パンケーキ、あ、このパンケーキのカードはまたさっきも出たね。はい。で、打ち上げ。お！すごいカードが出た。すごいカード出ました。はい。これ、なんか今までのカードとの、キラキラのカードはちょっと違う感じのキラキラですね。これレアなんじゃない？もしかして。うん。でも2度なんだよね。捨てようかな。捨てようと思うんだけど、まあ、転売してやった方が、いいかなって思うんで、これ僕、あの、わかんないですよ、これ。本当にレアなカードか知らないんだけど、まあ、一応ね、そう、スリーブにね、入れやすよ。はい、この、グラードンと海洋ガンね、ポケモンカードのスリーブに入れてやりやすよ。うん、あ、サイズ合ってるわ。多分ね、ポケモンカードと同じサイズのカードだから、まあ、合うだろうとは思うんですよ。まあ、一応ね、転売してやろうと思うから、大事に取ってやりやすよ。うん。そんな感じで。はい。ここに置いときやすよ。うん。で、あれ、どこだっけ？あれ、さっきは、まだ開けて、あ、あれどうだ、あ、これか。やべえな。ちょっとあの、手際が悪いんだけどね。はい。私たちの覚悟。これはあれか、教室、バラバラのところかな。はい、また1か出ました。はい。あ！またキラが出ました。
あ、なるほどね。バイアスシュバルツって一パックに何枚か、あの、レアが出るタイプなんだね。知らなかったわ。はい。なるほどね。はいはい。こういうカードです。はい。もうなんかよく、あ、最低いつまでも甘いこと言ってんじゃない。このシーン有名だね。このシーンはね、あの、その、いちかに、いちかとね、風太郎がね、そう話してて、で、あの、誰を選ぶつもりなのって、あの、聞いたら、俺は誰も選ばないって言って、そう、最低いつまでも甘いこと言ってんじゃねえよってね、ビンタをするっていうね、シーンですね。有名なシーンだ。もうこんなんね、有名すぎてね、話すまでもないよね、ほんと。うん。よし。じゃあ、行きやす。あの、続き。いやでもなんか、こうやってね、勝手になんか映画の感じをね、勝手に妄想してるだけ？そう、十分面白いですね。そう、まだ僕映画見てないし、DVD で初めて見るんだけど、うん。あれ、またこのカード出たわ。これめっちゃ出るくね？まあ、ノーマルカードだからね。雑魚カードなんで、まあね、何枚も出て。あれ、このカードは？二人乗り？あ、え、二人乗りするシーンあったっけ？あの、映画のところで。あったっけ？あ、あれか、お父さんが病院に行くところかな。あの、パンケーキ、作ったパンケーキを、食べさせに行く、あのシーンかな。はい、ちょっとわかんねえわ。お、また出た。いや、特別扱いです。はい。で、付き合ってるの、あ、そっか、これはあの、四つ葉に告白した後に、そう、いちかとね、デートをするっていうね、けしからんシーンですね。はい、はい。なるほど。で、あ、これだけ言いたかったの。あ、これはキスしたところのやつですね。はい、いらねえわ、ほんと。ふざけんなよ。これはあの教室ち、あのバラバラのところですね。はいはい。あれこれもキラー？違うか。はい。付き合ってよ。付き合ってよ。こんなシーンあったっけ？あれ？付き合ってよ。ちょっとよくわかんねえな。映画見てないんで。あ！出た！ミクのキラ、これね、キラキラしてます。いいね。水着でキラキラしてます。はい。これも特別扱い以外の何者でもないんでね。はい。あ、逆さになってるわ。いやー、どうせだったらね、ちょっとね、ミクのレア。出てほしいですね。なんかサインカードみたいなのがあるみたいなのを視聴者さんから教えていただいたんだけど、それっていうのは、このパックに入ってんのかな？それともさっきなんかさ、ボックスに入ってたこういう感じで、サインカードがついてるのかな？わかんないけど、まあ、このタイプで、そう、このボックスに1枚入ってるタイプのこれで、サインカードだったら、もうね、サインカードの線はね、完全に消えましたね。はい。あ、これキスのシーンですね。あ、でもこんな感じなんだ。やっぱさすがに、その、なんでだろう、指定がないじゃないですか、年齢制限。年齢制限ないとこういうなんか、ちょっと、ぼかされるかな、この曖昧なね、あの、キスしてんのかしてないのかわからないような。そう、いやー、ちょっと残念だね。そんな感じです。はい。ミク出てないよな。ミク出てない。はい、ミクない。あと何パックだ？結構長いな。1,2,3,4,5,6,7。あ、でも折り返しぐらいかな、今ね。はい、折り返しぐらいですね。はい。いやー、でもね、5等分、あ、そうだ。あのさ、ボックス出たじゃん。こういうさ、デッキじゃないのかな？そう。これ、あの、一期の時のデッキなんだけど、今回のその映画版は、このデッキ出ないのかな？デッキ出たらまた、開封したいんだけど、デッキは一応その、僕はもうミクが大好きなんで、二パックあって。で、一個を開けて、一個取っとこうと思ったんだけど、なかなかね、開けるタイミングが、あの、なかったんで、結局どっちも開けてないですね。で、今後も開ける気がないですね。はい。ちょっとね、映画に行けなかった分ね、できれば、こういうところで、映画5等分の花嫁にね、あの出資したいんで、そう。よし。いきます。あれ、これまた出たな。何枚かやっぱ覚えちゃうね。で、あれ、そこが可愛いところでもあるんだけどね。率直ね。これどこのシーンだろう、ちょっとわかんねえわ。また読み返さなきゃいけないですね。はい。あ、二人乗り出た。これね。で、1か。問題です。あ、これはあの、缶コーヒーのやつですね。はい。お！これはレアだろう！すごい。あの、ちょっと、結構ね、あの、光ってます。で、しかも、ミクですね。いやー、ちょっと早くスリーブに入れればちょっと、出たやつを。あ、これはあれだ。中学校、違う、あの、今の高校の前の高校のね、四つ葉ですね。まあ、こいつのせいで、残りの姉妹が全員ね、転校する羽目になったっていうね。まあ、本当にこいつね、いや、もう八方美人だし、のんぽりだし、もう誰のね、どこのポジションやねん、お前みたいな。感じじゃないですか、こいつね。で、結局最終的にいいとこ持ってくみたいな。あんま好きじゃないタイプなんだよね、こいつね。そう。で、なんかね、ミクが一番なんか、いろんな、ね、そう、一番被害受けてるじゃないですか。イチカも、あの、ミクに邪魔されたし、で、四つ葉も、あの、修学旅行の時にさ、そう、あの、告白をさ、邪魔されたじゃないですか。なんかミクかわいそうだなって思うんだよね。まあ、そこが、そのミク押されるポイントだとは思うんですよ。その結構一番かわいそうな思いしてるし。
そう。で、まあね、可愛いじゃないですか。やっぱり、なんか、そんなになんか、やばいところないじゃないですか。そう。ニノみたいにさ、睡眠薬持ったりしないしさ、イチカみたいになんか腹黒くもないし、で、こういうなんか四つ葉みたいに、のんぽりでもないしさ。そう。やっぱバランスいいのはやっぱミクですね。うん。あ、これは、デートのあれですね。はいはい。あれ、これはキラキラしてるね。キラキラしてる。うん、してる。ほんと、キラキラしてるかどうかわかんないぐらいのキラキラですね。これね。はい。で、いいこと思いついた。ちょっとわかんねえわ。どのシーンか。はい、そんな感じで。いやー、いいね。ちょっと早くスリーブに入れたいと思います。グラードンと海洋画のスリーブに入れやす。いやー、いいね。ちょ、キラのミクはちょっと、何枚でも出てほしいですね。いやー、懐かしいなー。ほんとね、ポケモンカードとかよく開けてました。うん。ちょっとここに飾っときますね。はい。じゃあ、次の画、いきます。はい。ああ、喉パキパキになってきたな。ちょっと。はい、いきます。お。だって見て欲しかったんだもん。これどこのシーンだ？ずっと我慢してました。なんだっけ？やばい。全くわかんない。これまた出たね。はい。あのさ、知らない。お！これもレアじゃない？すごいキラキラしてる。ほら。これは、誰も選ばない。あ、そう、誰も選ばないって言ったんだ。そうそう、その時のあのシーンだね。うん、でもこれ結構レアじゃないですかね。でも僕、イチカ好きじゃないんで、まあ、転売用ですね。はい。で、これ。で、これもまたさっき出たね。はい。お！すごい！あ、これは、四つ葉のキスのシーンですね。はい。うお！すごい！出やした。最高です。またミクの結構キラキラしてるカードですね。これもスリーブものだな。はい。グラードンと海洋画のスリーブに言います。はい。いやーいいね。やっぱカードゲームこうやって開けるとね。やっぱワクワクするよね。このギャンブル要素っていうのはやっぱり好きだな。そうでね、カードとかはまだいいんだけどさ、パズドラとかさ、ああいうさ、ソシャゲにさ、課金するやつはちょっと理解できないですね。あれ形にも残らないしさ、データじゃん基本。そう。ああいうのに金払うのね。めっちゃもったいないですね。まあ僕ね、パズドラが入ってた時ね、5000円ぐらい課金してたんですけど、ネタのために。そう、課金すると叩かれるんですよ。で、叩かれる目的のために、めちゃくちゃ雑魚いモンスター、ポケモンでいうところの、なんかキャタピーみたいなところで、あえてわざと負けて、で、5000円課金するみたいな。めっちゃ炎上しましたね。美味しかったっす。はい。まあそこで置いといてよ。いいね。で、あ、これか。はい。ちょっとなんて言うんだろうな。もういっぺんに開けちゃおうかな。なんか、今更なんだけど。まあ2パックちょっとね、もう開けて、カード切ってないよな。なんかカード切ってるようなね、そう、感覚にね、陥るんで。いやー、ちょっと、全然、甘かったな。甘かった。全然出てこないんだけど。ふざけんなよ、マジで。クオミが。全然出てこないんだけど。全然出てこない。ちょっと、しくじったな。2パック開けるのはちょっと、失敗に終わりましたね。あ！やばい。レアだったらどうしよう。レアだったらどうしよう。レアだったらどうしよう。レアだったら、あれ、ちくしょう、マジで。一パック残ってんだけど。あれ、ちょっとカード。すいません、ちょっともう手際が悪いんでね、ほんと。ふざけんなよ、もう。くそ、俺の、そんな暇じゃねえんだよ。はい、という感じで、出ました。ちょっとね、カード順番に、並べてないんですけど、これ告白のシーンですね。ずっと好きでしたってね。嫌いだ、嫌いだ、言うんだ、嫌いで言うんだ、嫌いって言うんだ、好きですっていうね。有名らしいんですね。お、また出ました。ミクね。ミクは特別扱いですね。まあ、四つ葉が落ちたけど、知ったこっちゃないですね。はい。またこれ出たね。そう、どんだけ出るんだよ。最低、あ、もうこれも出ましたね。はい。これも多分出た気がする。雑魚カードばっかだわ。これも多分出た、見た。で、これもう何回か見た。で、これも多分見た。もう、ここら辺ノーマルだな。これ全何種類あんのこれ。これ全、ノーマルカード10種類。はい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 。100種類プラス100種。だから200種類あんの？でもなんか同じカードばっか出てる気がするんだけどな。うわ、これキラだ。これキラで、なんかちょっと何枚か。落ちた。でも多分出たやつ。これちょっとキラキラしてますね。これは5つ子ゲームファイナルね。最後にね、結婚式で、本当にね、誰が四つ葉なのかっていうのを当てるっていうね、有名らしいんですね。これキラだわ。でもなんか大したキラじゃないですね。はい。はい。これ多分見たね、これ。うん。
で、あ、これも多分見た。うん、見ましたね。いや、で、問題です。これも見た。で、安全点検。うん、これ見てないかな？ちょ、覚えてねえわ。でも、四つは興味ないんだよ、俺は。ほんと、マジで。あれ？ちょっと、また重なってる。これ、キラじゃないね。これも多分出た。これは、その成長、あ、これ多分病院に行ってパンケーキ持っていくやつだよな、多分ね。はいはい。で、これは四つ葉のあの、劇のやつかな。はいはいはい。で、最後。これキラじゃねえな。はい、四つ葉です。はい。いや、雑魚ばっか出るなぁ。ゴミみたいなのしか出ねえな、ほんと。これ産業廃棄物以外何もでもないよね、ほんと。マジで。まあ、その産業廃棄物を買ってんのがこの俺なんだけど、そう、まあ、そういうことはいいや、ほんと。ちゃんと綺麗に開きました？あ、開いた！よし！さっきみたいなね、ミスはもう俺はしないですよ、ほんと。あ、ミス、あ、はいはいはい。全部出たね。全部出た。よし！じゃあ行きまーす。これも見たね。うん。うん、これも見た。で、パンケーキ。これ見ましたね、何枚か。でも四つ葉じゃなくて、ミクは特別扱い。あ、またミク出ました。これも特別扱い。キラだ。でもイラストちょっとテイスト違うよな。これアニメのイラストじゃないね。書き下ろしのイラストっぽいですね。でもこれキラキラしてます。いつきですね。まあ、でもこれ多分大したカードじゃないと思うんですよ。うん。で、また出ました。ミク。あ、これ水族館か。水族館で、結局その、私大学には行かなくて料理の勉強するっていう時の、あれだね。はいはいはい。で、これはなんだ？いつのシーンだ？大体予想外の、わかんねえな。うわ、出ました！キラキラしてます。これ見た？なんか出た気がするんだけど、でも多分そんなレアじゃない気がする。レアじゃない気がするっつって、めちゃくちゃレアだったらめちゃくちゃ恥ずかしいですね。恥ずかしいし、すごいひどいことしてますね。で、これは、あ、料理の、これ出ましたね。結構ミク出るな。はい。で、ここ意外と広いんだね。このシーンわかんねえわ。で、あ、これはあれだね、告白するところですね。そう。で、はい。見たね。もう何枚か見たよ、ほんと。マジで。もう雑魚ばっか出るな、ほんと。で、これ。これは勉強のシーンかな？わかんねえわ。で、わかんない。わかんない、わかんない。で、これは教室。ね、はいはい。あ、これキラだわ。これはね、5人と一緒にプールに行くやつですね。はい。で、これキスの、ね、さっき言ったやつです。はい。いやー、雑魚ばっか出ましたね。なかなか、あれ？これ最後？最後っぽいっすね。もうこの2パックしか今ないし。で、これは取っとく用なんで。多分全部開けた？あれ？ちょっとなんか、すげーカード出なかったな結局。うん、ちょっと残念だわ。まあ、2パックあるんで、開けます。はい。これでおしまいです。はい。お疲れ様でした。はい。もう二度と開けないんで。はい。よし。じゃあ、ラストね。すごいのはね。すごいの出るの期待して、開けます。じゃあちょっと一パックから開けようかな。うん、最後なんでね、どうせ。うん。よし。いいの出ろよ。これ見たな。ラブ、あ、これステージのやつですね。はい。まあ、映画ね、見てないからあれだけど、僕 DVD で多分見ると思うんですけど、まあ、ニノのシーンはね、飛ばします。はい。見たくないんで。僕大嫌いなんで、はい。そう、やっぱ、ブルーレイとかで見るとね、飛ばせるじゃないですか。そう、もう飛ばしまくるぞ。ほんと、ニノのシーンとか、いらねえから、誰得な、もう、僕は、ほんと、なんもね、好きじゃないんで、ニノね。はい。あ、これは教室でね、そう、ニノと四つ葉のね、喧嘩をね、聞いてるシーンですね。じゃん。あ、これは最後のね、五つ子ゲームですね。はいはいはい。で、お、風太郎に出会えたから、あれ？さっき風太郎に出会えたから、あ、ごめんごめん、これね、特別扱いですね。あと片付けまだだから学校に戻るわ。これどこのシーンだ？お、キラ出ましたね。これ見た気がするけど、まあニノなんでいりませんね。はい。あれ結局なんかパッとしないですね。うん。じゃあラストですね。今回の最後というか、まあ最初で最後の、映画五等分の花嫁、バイス・シュバルス、ボックス開封です。はい、ラストです。いや、すごいの出るといいですね。うん、まあすごいのいいの出るかわかんないっていうか、まあ、そもそも何のカードがすごいのかね、未だによくわかってないんで、はい。出ましたね。お、どんなことがあっても、これも何枚か見た。
あのさ、これも見たね。で、これもさっき出ましたね。これも見た。で、見たね。うん、見た。うん、これも見た気がする。あれ？今回、あ、これキラか。はい、これキラでした。で、最後これ。この勝負は終わってないってね。そう。ほんと、往生際が悪いっすね。ほんと。睡眠薬盛るくせに往生際が悪いっていう感じね。はい、その、最後これでした。いやー、結局なんだ？あんまりいいカード？なんか、完全に雰囲気っすよ。どのカードが本当にレアなのか知らないけど、まあ一応なんか、ニノのこういうなんか、結構ちゃんとしたキラカードが出ました。これがどんだけレアなのかわかんないけど。で、結局、なんだ？これか。これも、なんか結構良さげな感じのレア。で、なんか、で、なんか、あの、パッとしない、なんか、キラなのかキラじゃないのかもわかんないようなのが結構出ましたね。そんな感じで、いやー、結構、微妙だね。なんか、まあ、ちょっと勉強不足ってのもあるんだけど、なんか、なんて言うんだろう。そう、驚くようなね、またサインカードみたいなのは出ませんでしたね。まあ、見りゃわかる通り。そんな感じで、はい。最後に、ミクのカード。まあ、いいかも。はい。結構出ましたね、ミクね。はい。いやー、うん。まあ、楽しかったですね、結構ね。はい。そんな感じです。はい。今日はね、この五等分の花嫁バイスシュバルスをね、開けましたけど、すごいね、長い動画になったし、まあ、全然面白くもなんともない動画、すごい落ちてんだけど、カードめっちゃ下に散らばってんな。はい。そんな感じで、はい。今日はね、バイスシュバルスを開けました。まあね、もう二度と開けないんで、はい。結構ね、ポケモンカードとか結構ボックスで買うと、結構いいのが一枚出るんですけど、そう、結構なんか、あんまりね、バイスシュバルス初めてボックスで開けましたけど、やっぱね、これはもう大量買いをさせるような感じですね。だから3パック、このボックスを3つぐらい買わないと、なんかめちゃくちゃいいカード1枚には巡り合えないみたいな感じの売り方なんじゃないかなと。そう、まあ、アイドル商法というか、まあ、アニメ商法ですわね。まあね。で、僕はそれに乗っかる気はないんで、はい。もうこれで最後です。最初で最後。もう二度と開けません。はい。まあ、これデッキ？そう。映画五等分の花嫁のこのミクのデッキが出たら買います。はい。なんで出してください、早くね。うん。そんな感じです。はい、オリエス。何があったって